脱毛器の業界の今の価格のね、表してるところ、言い方を変えると闇ですよね。人生にメンズの相撲、こんにちは、田少々です。今回はですね、シリーズものをしたいなと思ってるんですけども、脱毛器ね、たくさん紹介してきました。ここでね、こうたくさんこんだけ脱毛器をちょっと紹介してきたんですけど、今回はですね、わかりやすく7つにこうマシンを絞って、その中で価格だったりとか維持費だったりとか、いろんな面でランキングをねつけていきたいなと思います。今回の定義としては、僕が実際にね、業者さんに電話をして正確な情報をもとにランキング付けをしてということで、あと僕の見解もね多少お話ししながらやっていきたいなと思ってます。その第1回目は価格編ですね。で、価格っていうのはマシンの本体価格のお話になります。前置きなんですけど、やっぱりホームページを見ててすごく思ったのは、価格が書いてなかったりとか、税抜きでね表記されてるっていうことがすごく多くて、今正確には税込み価格をねちゃんと表記しなきゃいけないっていう決まりがあるんですけども、まだまだね、まあそういうところ守られてないっていうことが前提で、まあ僕がしっかりと一元さんでね電話すると、多分ねそっからは割引とか当然あると思うんですけど、一元さんが電話した税込みの価格を今からね発表していきたいなと思います。で、今回高い順安い順でベスト3を紹介していきたいと思うんですけど、今回僕が選ばせていただいた脱毛器のラインナップをまずご紹介させていただきたいなと思います。1つ目はね、当然ネクステですね。僕のオリジナルのマシン、ネクステ。で、2つ目、キューブドゥオ。これ僕のおすすめしているマシンですね。で、あとは定番のルミックス A9。 視聴者の方で結構ね問い合わせが多いんですけど、ライエンス2、これも多いんですけど、バイマッハ、あとクリア SP、 エピムーブ、この7つの中からベスト3をねランキングしていきたいなと思います。では早速いきましょう。脱毛器のランキング価格編、早速いきたいなと思います。まず高い順からねいきたいなと思います。第3位、クリア SP、 262万円です。これはね、僕がちゃんと電話をして税込み価格を聞いた金額ですね。これがクリア SP さんで262万円ということでした。僕の中でやっぱ200万円台がボーダーラインなんで、高い機械だと200万超えてくるんだなっていうイメージですね。第2位がバイマッハ、438万円です。で、この438万円って聞くと高いなと思います。で、先ほども前置きしたんですけど、いや、そんな高くねえよという方いらっしゃると思うんですけど、これは、割引とか交渉せずに、一元さんが電話で問い合わせた定価の価格の話ですね。まあ、逆に言うと、こっからね、もう100万、200万割引されるんだとしたら、まあ、最初から引けよっていう話になってくると思うんですけど、バイマッハさんが438万円でした。そして、第1位は、ルミクス A9 で528万円です。いや、高いですね。500万超えてきました。2台買ったら1000万ということなんですけども、これも税込み価格ですね。500万円超えてきたなっていう。まあ、高い順で、クリア SP の262万円から、ルミクス A9 の528万円まで、振り幅がね、もうね、半端ないことになってますけども、これがまあ、脱毛器の業界の今の価格のね、表してるところ、言い方を変えると闇ですよね。次は安い順でちょっと行きたいなと思ってます。第3位は、ネクステです。でもネクステもね、割引がこれ以上できない。申し訳ないんですけども、精一杯削って税込み170万円になってます。これでもね第3位なんで、これよりも安い機械があと2つあるんですけども、誤差ですね。まあ、200万円切ってくる機械、これからもどんどん増えてきてて、他にもね、今回この7つには入ってないんですけど、カレモさんとかね、安くていい機械ももちろんあるんですけども、今回の中では僕のネクステが第3位で170万円ですと。そして第2位ですね。第2位が、キューブドゥオ、152万円です。これもね、ホームページ見ると、税抜き価格で表記されてまして、多分138万円とかだと思うんですけど、152万円ですね、税込み。誤差あると思うんですけど、まあ、すごく、やっぱ安いですよね。はい。ルミックス A9 が528万円だったんで、もう3台買えるな、みたいな感じです。第1位がライエンス2で150万円になってます。これ非常に安いなと思ってて、買う人がね、すごく多いなっていうのは頷けるんですけども、ここではね、ちょっと言及しないんですけど、ライエンス2は価格ではトップなんですけども、他のスペックとかね、その辺でどうかっていうところも加味していただければなと思うんですけど、とりあえず価格、この7つの中では一番安いのがライエンス2で150万円でしたということで、まあ振り幅はね、20万円ぐらいしかないんで、僅差になってきてるんですけども、こんな感じ
じでした。他にもね、あのシリーズものでスペックだったりとか維持費だったりとかっていうのもこれからやっていきますので、そちらの動画もぜひ、楽しみにしていただければなと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。こちらのシリーズものぜひね、全部見て参考にしていただければと思うんですけど、ベストはね、人それぞれ考え方違うと思うので検討していただければなと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。はい、ということでご視聴ありがとうございました。この度、カズ社長公式LINEアットが完成しました。簡単なアンケートに答えていただくと、お得なクーポンや LINE 限定コンテンツを受け取ることができます。メンズ脱毛に興味のある方、これからメンズ脱毛サロンを開業しようと思っている方、概要欄に貼ってありますので、ぜひ受け取ってみてください。